私は北海道出身なんですけれども北海道もすごい田舎でもう本当に地方が沈んでいくのをもうすんごい近くで見てきたんです。私なんかは故郷に結局帰ることはできないんですね。なぜかというと故郷にはもう仕事がないんですよ。若い人はもうここで生まれて育ったところで帰ることはできない。職がないから実家には帰ることができてもそこで暮らすことはできないんですよ。もうこういう日本の現状をなんとかしなければならないんじゃないかなとそう思っていたときに、もうまさにその時橋本同僚代表松井知事率いる大阪維新の会が大阪で地方をどんどん良くしていこうじゃないかと、まず大阪を変えて日本全体良くしていこうじゃないかと、そういうものすごい改革この大阪でやってることを知り、あの維新の会党本部で、まあ、少しでもその改革のお手伝いできるんじゃないかなということでトヨタ自動車の職を捨てて大阪に来て、まあ、去年からですけれども維新の会党本部で働かせていただいてました。そしてここ住之江に入ってくる決意をしたのはまさにその昨年の参議院議員選挙、ここで東徹参議院議員、この大阪から絶対に日本を変えると、東京一極集中ではこのままでは日本は絶対に良くならない、本当に私が中国での生活トヨタ自動車での勤務そこで思っていたことと全く同じことをこの住之江から住之江をホームブランドとしてこの日本中にこの発言していく、ここ住之江大阪から戦っていく姿、維新の会の党本部の職員としてもう真横で見させてもらいました。もう今でもまだ覚えてますけれども、あの多摩での駅とかで私は東徹参議院議員 のビラ配りとかもお手伝いさせていただいたんですけれども、こう結構風当たりが強くてビラを配っていてももうその場で破られたりとか、それにもかかわらずもひたすら活動を続けていくその東徹参議院議員のその姿、もう本当に心打たれました。やっぱりここ住之江が大阪維新の会の改革の中心地となるべきで、ここからやはり改革進めていかなければならない、そう思ったので、もう今回府政対策委員としてここ住之江から全力尽くすことを決めました。来年4月に大きな戦い、もうこれが大阪維新の会のもう最大最後の戦いと言っていいかと思ってます。もうまさに天王山、そこで私永井光大府政対策委員として全力尽くします。ここに来てくれてますけれども、片山一方市会議員、佐々木理恵府政対策委員、この3人でもうここ住之江からまさに改革全力で前に進めるように戦ってまいりますので。